僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。2018年9月9日日曜日、観光情報番組よみたんラジオ、本日ナビゲーターを務めるのははじめちゃんこと山内はじめでございます。さあ皆さん、9月9日ということでですね、まあ救急の日ということでね、まあ定められております。まあこの救急の日、まあね、まあ防災ではない、なんて言ったらいいんですかね、まあ事故とかそういった時に起きた時にですね、まあ救助とかね、そういった時のまあ知識とかそういったのも身につけながらということだと思うんですが、ちょうどねこの救急の日、私も本当にね思い出すのはね、この日にね、知り合いがねちょっと大きな事故にあったっていうのがね、本当に思い出しますね。まあ、今ではねピンピンしているんですがね、まあ、その当時はね本当にこの救急の日というのがね、ちょっとね嫌な思い出ということがね、ありましたね。でこれ、まあ、各地域で、ね、この防災の取り組み、防災というかこの救助の、ね、取り組みという形でね、いろいろとあるようでございます。でここ沖縄県でもですね、まあ、モノレールとかですね、そういったところにはね、この除細動器とかね、ついておりますが、それの使い方とかですね、講習ね、とか各地でやられるようでございます。皆さん使えますかね。私はねちょっとねこれ、まあ場所っていうのもねもちろん把握するっていうこともね、大事だと思いますね。場所からねちょっとね、調べないといけないかなというふうに思いますね。例えばね、自分の職場とかですね、あるいはまあ公民館とかもしかしたらあるかもしれませんしね、そういったものがあるのかどうかっていうのもねちょっとね定かではないっていうこともねもしかしたらあるかもしれませんのでね、そういったものをですね、まあ、ポイントとして、まあ、覚えておくという日にしてもいいんじゃないかなというふうに思います。結構ねこの救急という形でね、まあ観光客の方もね、多くねここ沖縄に訪れますので、必要になってくるパターンが多くなるんじゃないかなって思います。また外国人観光客の方がね、本当に多くてですね、確か
100万人ぐらいで、ね、モノレールとかを利用するということで、年間ね、そういった方々の対応という形もね、今後は増えていくんじゃないかということでね、新聞に載っておりましたね、救急の日という形でございますが、まあ、観光でねいらしててもね、まあ、安心安全という形でね、気をつけて観光楽しんでいただきたいなというふうに思っております。さあ本日もはじめちゃんがお届けする観光情報番組読谷ラジオ、1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。さあそれでは本日のドライビングナンバーお届けいたします。カバー曲でございます。で、さゆりーさんでアンマ
さあ本日お届けしておりますドライビングナンバーさゆりさんでアンマーでございますね。かりゆし58のですね、カバー曲になっておりますがね、救急の日ということで、命の大切さということでですね、誕生生まれた時のね、この母親の気持ちを歌った歌とか、ね、母親に反抗した時の歌という形でね、ちょっとねアンマーという曲選ばせていただきました。続いてはお天気。それでは本日のお天気お伝えいたします。まずは天気概況から、沖縄本島地方では10日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨にご注意してください。また満潮時を中心に、潮位が高くなるため、海岸や河口付近の低地での浸水や冠水にご注意してくださいということでございます。まあ今日ですね、ちょっと変な天気でございます。読谷村もね、晴れ、というかね、太陽は出ているんですが、雲がね、ちょっと雨が降りそうな、ちょっと黒い雲というかいうのがね、流れてきておりますね。こちらサテライトスタジオから正面から見える、ね、雲がそんな感じでございますね。また外境の方でも、ね、積乱雲の下での落雷や突風ということで、ちょっとね、急な天候が急に天候が変わりそうという感じでございます。本島中南部のお天気、南の風のち北東の風、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴う、波は2メートル、降水確率午前中が 30%、 午後から夜にかけて 60% ということで、午後雨降る確率結構高いでございますね。外出かける予定の皆様、ぜひ傘などね、折りたたみ傘とかお持ちいただきたいと思います。日中の最高気温が30度の予報でございます。さあこちらね、こちらというかね、サテライトスタジオから本日も生放送しておりますが、FM 読谷のこのね観光情報番組読谷ラジオね、皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスが FM 通字の786 @ FM 読谷 .co.jt でございますね。また FM 読谷のねホームページからもね、動画配信もやってますし、メッセージもね、受け付けるリクエストとかね、できるメールのね、ものがありますので、そちらからね、ご応募いただいても結構ですよ。懸命に読みラジと打ってくださいね。読谷ラジオと、あるいは読みラジと打っていただければいいですのでね、ぜひメッセージお待ちしております。まあ今日はね救急ということですので、何かねそういった感じに絡ませてのメッセージとかね、いただければいいかなというふうに思います。特にね、テーマを決めてるわけでもないんですが、ぜひね、あなたの救急に関するね、メッセージとかもね、受け付けたいかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあ沖縄、失礼しました、読谷なんでも調査団ね、続いてのコーナーですが、今回はちょっと変わったお店ご紹介したいと思いますね。もちろんね、観光で来られている皆さんにぜひ行ってほしいところではございますが、普通のね、今までなんか紹介したお店とはちょっと変わっております。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それでは一旦 CM でございます。
観光情報番組読谷ラジオ。さあ読谷なんでも調査団に行く前にですね、沖縄知っとこクイズね、先日もね私これ沖縄知っとこクイズやったんですけどね、答え皆さんすっかり忘れててね、言えませんでしたね。もう改めてもう一度今回ちょっとやりたいと思います。ですね、読谷村にね新しくオープンというかね、今年からね、オープンしたユンタンザミュージアムね、こちらのアプリがございますということでね、先日お話ししたんですが、そのアプリ名何でしょうかということでね、言ったんですけど、答えを言わずそのまま放送終了したということで、もう一度言わせていただきますね。ユンタンザミュージアムの、ではですね、アプリがございます。そのアプリ名何でしょうかということでございます。ぜひねお考えいただいて、それもねメッセージに、入れていただければいいかなというふうに思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。それでは気を取り直して、読谷なんでも調査団のコーナーです。読みたんなんでも調査団。さあ読みたんなんでも調査団、どこにでもあるデマをそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたんなんでも調査団のコーナーでございます。さあ本日はですね、ちょっと変わった場所をねご紹介したいなということで、私先ほど言いましたが、まあ、通常であればね、お店紹介ですよね。まあ、お店ではございます。ただね食べ物屋さんではございません。お土産屋さんでもございません。さあどういったところかというとですね、ヘアルームでございます。ヘアルームね、まあ髪を切るところですね、まあうちのあぐちで言うとダンパチアと言いますけどねはい、まあヘアルームね、今回ご紹介したいと思います。どういったところかで、ヘアルームボタニカさんでございます。まあ聞いていただければ早いですかね、聞いていただいてね、それを私がまた補足しながらという形でいきたいと思いますのでね、それではお聞きください、どうぞ。はい、読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。本日私はですね、読谷村の瀬那覇にございますあるですねヘアルーム屋さんにねちょっとお邪魔しております。まあヘアルームっていう風にね私は聞いてたんですけど、ちょっと見た感じでヘアルームじゃないんじゃないかという風にね、思っておりますが、お隣スタッフの方来ていただいております。それでは自己紹介していただきましょう。こんにちは。あ、こんにちは。お名前の方お願いします。ヘアルームボタニカの川名と申します。はい、川名さんにね、一緒にちょっと説明していただきたいと思うんですが、川名さん、はい、まずボタニカさんということで、はい、これお名前の由来っていうのは何ですか。ですね、うちのお店が、オーガニックの、商材を使って、まあ、植物の恵みで綺麗になるっていうのにこだわったサロンなんですけど、まあ、ボタニカっていうのはその植物のっていう意味があって、それを名前にそのまんまつけました、はい。このボタニック、なんかフランスとかそういったどこですか。普通に英語ですね。はいはい、英語でボタニックがまあ植物という形の使ったということで意味みたいですね。それでまあ普通のねヘアサロンとかで、まあヘアルームだったらね私来ません。ちょっと変わったところがありますが、このお店の特徴を教えてください。そうですね、やっぱり一番最大限の魅力は何といっても景色が綺麗っていうのは魅力なのかなと思いますね。はい、あとは、その普通の美容室では使ってないような本当あのオーガニックの、ものにこだわって使っています。はい、この普通の景色じゃないね、ちょっと映像ご覧になっている方は後ろね少し見えるかと思いますが、海もう長浜のね、海が見渡せるぐらいのね綺麗な絶景、そちらでまあ、ヘアカットあるいはですねヘッドスパなどで体験していただけると、これはねなかなかな贅沢でございますね。そうですね、やっぱりお客様により、まあ綺麗になるっていうのは当たり前なんですけど、よりリラックスして、癒されていただける空間になったらいいかなと思って、こういう感じにしました。というわけで、ね、
ご紹介してるわけですが、まあまあヘアカットとかそういった普通のねカットとかもできるけど、先ほどちょっと話しましたヘッドスパというコースももちろんあるんですよね。そうですね、あのヘッドスパだけでもご来店でも全然大丈夫です。はい、もう自然のものを使っておりますのでね、まあ沖縄読谷村に来られた際にはですね、観光客の方もこれ癒しね、くつろぎっていうものを、ね、体験できる、まあ、空間になっております。ぜひねこちらねボタニカさん来ていただきたいと思います。それでは最後にあの、はい、営業時間と伺ってみましょう。営業時間は、10時オープンになっております。はい、終わりの時間はあんまり決めてないので、はい、より、遅くに、ちょっと癒されたいなっていただけたら、ご予約いただけたら何時でもお受けいたしますので、はい、では定休日、はい、金曜日が定休日になっております。はい、ご連絡先お願いします。0989231739です。はい、では最後にあのラジオ映像をご覧になっている方々へ、まあ、PR コメントなどお願いいたします。ぜひですね読谷にいらして、ちょっと、いつもとは違うリゾートの場所で、リラックスしたい方がいらっしゃったらぜひぜひ、スパにいらっしゃってください。はい、というわけでぜひね、まあ、観光客の皆さんももちろんですが地元の方もね、お越しいただきたいと思います。ちょっとね非日常を味わえる空間がここにあります。本日お届けしたのはヘアルームボタニカさんでした。さあお届けいたしました。ちょっとねこの時ね声がねしゃがれてますねはい、本日ねお届けしたのがですねヘアルームボタニカさんでございますね。これね私ちょっとね舐めてましたね、まあ、まず最初に場所なんですけど、こちらね読谷何も調査でも何回かご紹介してるかもしれませんが、ココソラお菓子店さんねね、ココソラさんのねすぐ近くなんですけどね、まあ、外観とかがねちょっと一瞬ね一戸建てみたいな感じでね、なんか住宅街のね、奥一番奥の方にね、あるのでね一瞬わからなくてですね、んという感じで、なるかもしれませんけどね、そこがボタニカさんという形でございます。まあねちょっと迷うかもしれませんけどね、まあ、お店の方に連絡しながら行っていただきたいと思います。でこのヘアルーム入ってですね、まあカット室っていうのがね、まあ、2箇所あるんですが、一つは、まあ、森の方といっていいんですかね、ちょっと緑が見えるヘアカット室で、もう一つがね、長浜の海をもう見渡す見下ろすという形のですね、カット室という形になっております。でね、まあガラス張りでね、本当に外が見える景色になっているので、もう天気がいい日にですねカットしていただくとですね、とてもねもういい雰囲気なんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひ行っていただきたいと思います。またオーガニックのですね、まあ、シャンプーとかそういったものを使ってるということで、本当に髪とかにも肌にもね優しいということでございますので、ぜひねそちらね、もう味わっていただきたいなと思います。さすがにね、まあ、髪を切るっていうのはね、ちょっと私は固定しているので、もうここっていう風にねもう20年近くねもう同じところで切っているんで、なかなか変えるというとね勇気がいるんですがね、あそれでもねいいかなという風に思いましたね。今回ねヘアルームボタニカさんでございますね。瀬那覇ね、住所は瀬那覇でございますのでね、まあマップなどをね使っていただいてちょっと行っていただきたいなという風に思います。かなり結構1回目で行くにはね、ちょっと厳しいんじゃないかなって僕思いましたのでね、ぜひ、そちらもね、楽しみながら見つけていただきたいなと思います。営業が、オープンが10時からですね、定休日が金曜日ということで本日は空いてますね、ぜひ行っていただきたいと思います。ご連絡先が、0989231739 0989231739
でございますね、店長様でしたね、川名さんね、ヘアルームボタニカさん、もう本当に長浜の絶景がね見ながらねカットできるということで、これはね結構ね贅沢じゃないかなというふうに思いますのでね、観光でいらした方にはぜひ行っていただきたい場所ということで私ご紹介いたしました。本日はヘアルームボタニカさん、長浜の絶景を見ながらヘアカットでございました。それでは CM まで1曲お届けしましょう。照山沙央先生でユンタンザンクルチ。ユンタンザマジリのマギサヤフィルビルトオワンマキバル長宝おほげとごちとひざしじてのぼていらんまふろぎんとそびととやとおそえこちなおやしとはいのぼてよこだじゃちみといちむらはんざとないやたかしぽおざとときしとじましなファザンパミサチンはいみごて降りて長浜浜じらさ世界遺産のおごしこやんかしごさまるいめんせたるじゃちみごしこにとんのぼてむらむらさとざとながみればかにんのどかなユンタンザよヨミタンスポーツインフォメーション。この時間はヨミタンスポーツコンベンション情報をお届けいたします。
まあ、スポーツコンベンションというわけでですね、読谷村さまざまなスポーツのですね、まあ、誘致を行っております。ね、まあ、現在はですね、まあ、キャンプというのはね、行われておりませんが、ね、まあ、冬の時期、まあ、早ければですね11月頃からですね、選手の方々が自主トレとかで訪れたりする場所になっております。まあ、大きく言うとですね、まあ、プロ野球で言えば、まあ、中日ドラゴンズとか阪神とか、ね、まあ、ホテルとかでねこちら泊まっておりますね。で、中日のね2軍はね平和の森球場でキャンプ毎年開いておりますね。冬の時期にですね。で、その他にも、女子のね、ソフトボールだったり、あるいはラグビー、まあ、女子男子両方ですね、ラグビーは結構さまざまなチームが来ておりますね。で、あとは陸上ね、つい最近まで盛り上がりましたね、陸上ね。まあ、こちら読谷村、本当に、まあ、陸上競技もね本当盛んでございます。地元のですね、読谷村陸上競技大会ね、こちらもね、もう大盛り上がりで、本当になりましたね。最後のね、まあ、4×400m かのね、リレーなんかね本当に最後の種目でございましたが、本当に盛り上がりましたね。まあ、そういった盛り上がりっていうのはね本当に、ま、沖縄一盛り上がった盛り上がるところじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、そのね、陸上競技大会がまた中上陸上という形でですね、中部地区のね、代表がまた出る大会がありますが、そちらもねここ読谷村で今後行われるということですのでね、陸上好きの方ぜひチェックしていただきたいと思います。まあ、またね、Wi-Fi 環境とか、結構ね残波岬ボールパークとか、あるいは平和の森球場などね、Wi-Fi もね結構整っておりますので、インターネットとかね、そういったのをね結構使うよという方、ね、そういったもので情報を取りたいという方、ね、チェックしていただきたいなというふうに思います。さあ、お届けしました読谷スポーツインフォメーションでした。観光情報番組読谷ラジオ、本日はナビゲーターはじめちゃんがお届けしておりますよ。さあ、このお時間は読谷村のねイベント情報などをお届けしようかと思いますが、ですね、私の目の前、ちょうど目の前にですね、まあ、読谷くくる読谷サーキットさんね、あるんですよね。で、本日ミニバイクレースのイベントということですね、朝から
多くの方集まっておりますね。でもうバイクの音がね、こちらまで響いているんですがね、125cc 以下のですね、バイクのねレースということで、観覧無料ということでございますのでね、観光でいらした方もバイク好きの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ここね、紫村ね向かいというか駐車場向かいかにございますね、くくる読谷サーキットさんね、ちょっと来てみてはいかがですか。ただねちょっとね雨がね今降りそうな感じでね、ちょっと読谷村のお天気になっております。ここね高潮はちょっとね、まあ傘っていうのをねちょっと手に持っていただきながらね移動とかねしていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。でまたねこちら紫村、まあもちろん昼間はね体験という形でね、情緒空いておりますが、現在はですね、読谷夜祭りということですね、夜もですね、まあ、祭りという形でですね、やっております。でどういった内容かというとですね、まあ、結構ね多いのが浴衣をね、着て、あるいは、まあ、ジンベエとかそういったのを着てですね、まあ、祭りという形で夜祭りですのでね、夏祭りという形のものでございます。まあ、冬になるとねさすがにこういう浴衣とかいうのはね着れませんけどね、こういった時期まだね沖縄暑いですのでね、日中30度ぐらいありますね。まあ夜になっても20度ぐらいまではね、もっとあるか24度ぐらいまではあると思いますのでね、結構ね暑いなのでね、浴衣とかそういったのでね、歩けるお祭りという形で毎日開催しております。9月の23日までですね、まあ出店もねもちろんございますね、射的とかね、あとダーツのね風船割りパーンという形のね、風船割りだったり、あとね観覧車でイルミネーション、まあイルミネーションもですね、夜祭りというかあのランタン、冬のね、ランタンフェスに登場したものもあれば、あの今回新しく登場したものもございます。特にね天使館のスペース行っていただきたいなと思います。あそこね本当に幻想的なものになっております。ちょっと私もね先日初めて行きましたが、よかったですよね、一人じゃない方がいいですね私は一人で来ましたよ。一人で行かない方がいいと思います誰かね、お連れさん友達でもいいし、ね、彼女でもいいし、ね、まあ、ファミリーでもいいのでね、ご家族でもいいので、そういった方々とね、行っていただきたいと思います。一人だとね結構ねあの皆さんが楽しんでる姿を眺めるっていうので時間を取られそうでございましたはいね、ぜひ、まあ、楽しんで、ね、いただきたいと思います。毎日ですね、まあ、ショーという形でね、エイサーだったり、あるいは歌だったりですね、大道芸という形でですね、7時ごろから、ね、ステージの方でそういった催し開かれますので、そういう舞台もねちょっと見ていただきながらという形で楽しんでいただきたいと思います。私が行った時はね、エイサーの演舞でございましたね。まあ、エイサーの演舞といってもですね、まあ、創作エイサーという形のね、オーカでしたかね、オーカという団体のね、創作エイサーという形でね、流れておりました。 USA とか流れてましたよね、 USA をね、エイサーと融合させたステージなどで、いろいろと楽しいステージでございました。ぜひね、まだまだありますのでよろしくお願いします。まあ、ホームページなどでね、チェックしていただければ出演者のね一覧とかご覧になれますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあここでメッセージね、ちょっと昨日アケボンさんからの引き継ぎで
読めてないということで、ぜひ読んでくださいということでございましたので読みましょう。昨日のメールですね。あけぼんさん、おはようございます。ラジオネームなおの旦那です。はい、私は読谷が好きで、なおにも、読谷に住みたいと話しております。話は変わり、火曜日に大好きな読谷のパーラータートルユンタ市場に行きました。いや、あ、そうなんですね。タートル行ったんですが、いいっすよね、タートル。読谷の人参を練り込まれたフお麩があるなんてびっくりしましたが、妻は喜んで買っていきました。今日の夕飯楽しみです。今度は読谷夜祭りや、FM 読谷に行きたいですということで、はい、なおの旦さん、ありがとうございますね。ぜひ来てくださいね。本当に楽しい、読谷夜祭りはね、本当に楽しいですよ。ぜひね、お二人でね、回ってみてはいかがでしょうか。さあ、本日のメールも来ておりますね。はじめちゃん、おはようございます。みえりんさんですね。はい、みえりんですと。はい、今日は、あ、夫の気象で三重県で聞いてると、この度はプレゼントは当てていただいてちょっと日本語おかしいと思いますよ当てていただいて、ね、まあ、当たったんですよね。リスナープレゼントはね、はい、ありがとうございましたと。で、11月24日受け取りに行きます。それまでお楽しみですということで、あ、11月24日ね、FM 読谷のね、10周年記念パーティーがあるんですが、その際に来るということで、はい、じゃあそれまで楽しみにしていてください。ありがとうございます。で、もう一通ね、このみえりんさんから来ているんですよね。これはあれですね、答え、今日の問題の答えですね。ちょっとまだ言いませんけど、みえりんさん、当たりでございます。はい、こいつでございますよ。はい、ありがとうございます。さあ、もう一通来ておりますのでご紹介しましょう。はあ、もう毎週ありがとうございますね。まあ、もう僕と唯一、僕が唯一趣味が合う人ですねはい、新人小林さんでございます。はい、はじめちゃん、おはようございます。沖縄天気が悪いんだよね。そうなんですよ、名古屋は雨。あ、名古屋も雨なんですね。今から読谷も降りそうでございます。さて、読谷ラジオリスナープレゼント当選したという噂聞いたんですか。当たってましたよ、確か本当にありがとうございます。ますます FM 読谷押していこうと思います。ありがとうございます。ということで、今日もカオル好きなことしながら過ごしますね。まあ、ではまたメールしますということで、はいね、新地小林さん、本当にね、ありがとうございます。まあ、好きなこと大体想像ついてますよ、私ね。またミュージックビデオを見るんでしょうはい、というわけでね、メッセージもいただいております。あ、もう一つありますが、これはちょっと次の CM 明けに読みましょうかね。はい、ね、まあ、イベント情報という形でね、まあ、くくる読谷サーキットさんのですね、イベントと、ね、紫村の夜祭り、ね、ご紹介しましたが、まあ、その他にもね、いろいろと読谷さんのいいところいっぱいありますのでね、ぜひ回っていただきたいと思います。それでは一旦 CM です。さあ、ただいま CM 中でございますのでね、ネットをご覧になっている方々は聞けてるということでございます。本当にね、まあ、メッセージいつもありがとうございますね。またよろしくお願いいたしますね。結構ね、メッセージ読むことでね、本当にね、皆さんからの、まあ、読谷好きと、あとね、読谷層に対する思いっていうのもね、伝えられてると思いますので、どん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 またメッセージいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。またね、本当にね、みえりんさんなんか三重、今日すごいですね、三重で聞いてるということでございますのでね、ぜひ。お、さあ CM 明けでございます。
連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。見つけた、レンタカーお借りの観光客の皆様ね、沖縄県レンタカー協会発行のですね、ドライブマップね、ぜひお持ちだと思います。こちらね、お得なクーポン券などついておりますのでね、ぜひご活用いただきたいと思いますね。まあ、こちら観光雑誌になってますので、観光地としてね載っていますので、この、まあ、お店だったりあるいはね、観光スポットという形でのところで使えるということでございます。どんな特典があるかは使ってみてのお楽しみという形でしょうか。ぜひね、お使いいただきたいと思います。さあ、その他にもですね、まあ、救急の日ということでですね、ちょっと気をつけていただきたいということでね、まあ、ドライブですのでね、まあ、交通事故多発交差点ワースト5という形でですね、ページの3ページには載っておりますね。ちょうどね、本当にこのワースト4にはなっていますが、茶谷交差点、こちらでね、冒頭私が話したね、知り合いがちょうど事故を起こしたポイントでございますよ。このね、9月9日にね、こういうことがならないようにぜひ皆さん注意していただきたいと思いますね。本当に大きな事故でございましたので、特に夜ね、夜出歩かれる方とかね、まあ、出かける方ぜひ注意していただきたいと思います。さあ、読み断層はですね、ページの18ページと31ページにはですね、 FM ユタンスタッフがね、おすすめの読谷村のスポットご紹介しております。ぜひこちらもね、参考にしながら読谷村の観光を楽しんでいただきたいなと思います。またこのドライブマップを持ってですね、 FM 読谷に遊びに来ると、読谷オリジナルティッシュボックスケース、ただいまプレゼント中でございます。期間限定の非売品でございます。読谷村の旅の思い出という形でぜひね、お持ち帰りください。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分を回ったところでございます。さあ、メッセージね、先ほどちょっと入ってきたメッセージがありますので、お読みしましょう。はじめちゃん、おはようございます。のぶさんでございます。今朝の名古屋は片ぶいです。本当の通り雨じゃなくて本当に片ぶいですね。台風でもないのに、雲が早くて、遠くを見ると、夏雲がもくもくしてて晴れてるんです。最近思うんですが、本当の気候が亜熱帯化してきてますね。この前の台風もきつかったということでね、本当にね、ちょっとね、被害っていうのがね、すごいみたいですね。でまた北海道とかね、地震の影響もあって結構大変な、まあ、この8月9月という形になってきておりますのでね、ぜひ、まあ、被災された方のね、早い復旧というね、心より申し上げますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、私もね、ちょっと直接ね、何かできるかって言われたらね、ちょっと本当にできないんですが、そういった方々がいらっしゃるということをね、また伝えるっていうのもね、私たちにしかできないことなのかなというふうにね、思いますので、ぜひね、こういったメッセージっていうのを届けるということもね、大切なことじゃないかなと思っておりますのでね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。さあ、沖縄知っとこクイズ、答えはわかりませんとか言ってますね。わからないですか。ユンタンザンミュージアムだから、ユンタンアプリ、ユンタンザンミュージアムは涼しくなって、海に入れなくなった頃に行ってみようと考えていますということで、あ、のぶさん、ユンタンザンミュージアム、そんなこと言ってたらすぐでもないか、
11月頃になっちゃいますよ海に入れない頃というふうに考えるとね。さあね、まあクイズの答えね、ちょっと改めてやりましょうね。まあ今日の問題というかね、この前の放送の時からね答えを言い忘れたので引き続きとなっておりますがね、読谷村に新しくオープンしましたね、ユタンザーミュージアム、ね、こちらでですねはですねアプリがね、使えます。アプリが使えるというかね、まあ専用アプリと言っていいでしょうね、これのアプリ名なんでしょうかということで、ミエリンさん正解でございますよ、答えはユンタンナビ、ね、カタカナでねユンタンナビと、ね、検索していただければ出ます。でこのユンタンナビなんですが面白いですよ。読谷村のヒストリーという形でですね、いろいろと出てきます。まあヒストリーというかですね音声ガイドはもちろんあるんですが、スタンプラリーというのがあってですね、このスタンプラリーですね、ちょっと見えるかな見えないでしょうけどね、ヒストリーのね、コースだったり、ネイチャーコース、カルチャーコースという形でね、さまざまなこの、まあ、3種類ね、コースがございます。このコースをね、選びながらちょっと読谷村を回ってみてはいかがかという形でねなっております。で、まあ、ヒストリーコースということでね、まあ、自然あ失礼しました歴史とかね、旧跡っていうのを巡るコース、これね多いんですよ。結構14箇所ございます。で、ネイチャーコース、まあね、自然とかですね、景観でございますね、これが7箇所で、カルチャーコース、これがまあ工芸とかですね民族とかいう形のものになってます、これが6箇所という形ですね。まあ、スタンプラリーの形式になっておりますのでね、これをね回るっていうだけでね結構面白いんじゃないかなというふうに、まあ、1日使うと思いますよ。これだけスタンプ集めると思ったらねとてもすごいと思いますので、ちょっと予備探査を来た時にはねこのユンタンナビ試していただきたいなと思います。もちろんねザキミ城ザキミグスクね、登って使える機能もあればユンタンザミュージアムで使える機能もあると、まあ、音声ガイドとかがね、それになりますのでねぜひ使っていただきたいと思います。館内のですね音声ガイドとかね、ありますので、まあ、Bluetooth とかでねつないで、まあ、音声ガイドが流れる仕組みみたいでございますのでねぜひ、まあ、来てください。あ来てからね使ってみてください。あとね AR ザキミグスクっていうのがねちょっとあるんです。これまだ私ちょっと機能として使ってないので今度使い方などね把握しながらご説明しようかなと思いますので、まあ、ユンタンナビね、ユンタンソン来る前にですねダウンロードしてみてはいかがでしょうか。さあおしゃべりね結構してきましたね、ありがとうございます。本日もね、無事放送終了できそうでございますね、いつもなんかドタバタしたりする時もございますがね、本日は無事終われそうでございます。さあね、また明日ね、やりますね。あちょっと雨が降ってきているんですかね、日傘の方でしょうか、ちょっと傘さしてるね、観光客の方私の目の前にいらっしゃいますがね、ぜひ皆さんね、読谷村ちょっとね雨降りそう、まあ、読谷村だけではないですけどね結構雨が降りそうだということですのでお気をつけください。さあお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。本日お届けしたのははじめちゃんでございました。また明日ねやりますよ。ナビゲーターはどなただったかなというわけでね、まあ、お楽しみにしていただければと思います。それじゃあまた明日もねこの時間お楽しみください。それじゃあねバイバイ。さあ、ネットから
ご視聴の皆様本当にありがとうございました。また明日もね、私以外でございますのでねよろしくお願いします。明日はね多分たっちゃんだと思いますね、たっちゃん宛てにまたメッセージよろしくお願いしますね。それじゃあねバイバイ。